カッパは、芥川龍之介が1927年に、総合雑誌、改造史上に発表した小説である。当時の日本社会、あるいは人間社会を通列に封し、批判した小説であり、同じ年の芥川の自殺の動機を考える上でも、重要な作品の一つであると言える。芥川の晩年の代表作として有名で、芥川の命日7月24日が、 カッパキと呼ばれるのもこのためである。副題には、どうか、カッパと発音してください。という半ば不可解な言葉が記されている。上高地のカッパ橋は、本作以前に存在しており、むしろ、カッパ橋の名称の方が、本作の着想に影響を与えたと思われるが、本作の発表及び、芥川の自殺によって、より知名度が上がることになった。物語は、 ある精神病患者の第23号が誰にでも話すという話を語ったものであるとして進められる。3年前のある日、彼は穂高山に登山をしに行く。その途中で彼はカッパに出会い、カッパを追いかけているうちにカッパの国に迷い込む。そこは全てが人間社会と逆でメスのカッパがオスを追いかけ、出産時には事前にカッパの生活について知らされ。 胎児に生まれたいかどうかを問い、胎児が生まれたくないと答えれば、即時に中絶が合法的になされる。悪遺伝を撲滅するために、健全なカッパに対して不健全なカッパと結婚することが奨励される。資本主義者のゲールは新機械の発明で職工が次々解雇されるが、企業や社会問題が起きない理由として、職工と殺法を挙げ、 ガスで安楽死させられたカッパの肉を食用にするという。アゼンとする精神病患者に、あなたの母国でも第4階級の女性が売春を余儀なくさせられているのだから、食用を糸うのは干渉主義と言い放ち、カッパの肉で作られたサンドイッチを差し出す。哲学者のマックは、アホーの言葉という計画的著作で、アホーはいつも自分以外のものをアホーと考えている。我々は、 人間より不幸である。人間は、カッパほど進化していない。といった傾向を記す。後に、詩人の特区は、自殺を果たすが、死後に、高齢術により現れ、様々な質問に答え、自分の死後の名声を気にかける。中でも、クライストや、マインレンデル、ワイニンゲルのような自殺者を友人として称賛するが、自殺はしていないがそれを擁護したモンテーニューは評価するが、 遠征主義者のショーペンハウアーとは購入しないという。人間の世界に戻った主人公はカッパを人間より清潔な存在と振り返り懐かしみ、対人恐怖が一層激化することになる。カッパカッパのタイトルで2006年5月13日公開。監督は秋原正都主演は谷中敦氏。人間社会への風刺を目的に。 人間以外の架空の生物の住む国への冒険団としては、ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記と共通している。また作品中、資本家のゲールの同詞での食用の工程は、同じく、スウィフトの恩恵なる提案や、H.G. ウェルズのタイムマシンに通じるものがある。カッパ同様に狂人を主人公にした小説に、ロジンの狂人日記がある。 カッパカッパに関するカテゴリー、ありがとうございます。